こちらです、ドン。私、河瀬真希が言われて照れてしまう言葉は何でしょう。照れてしまう言葉、ね、なるほどね。褒め言葉的なのでいいのかな。あ、でも何でもいいんじゃないですかね。照れる、照れる、照れることはそうそうないんですけどね、私。え、嘘、照れ屋さんじゃない。あなんか違うんですよ。日高さんとかは、うんうんうん、すごい目を見て話してくれるんですよ、うん、それが照れちゃう。え、ね、耐えられます。キラキラした目で、あやーって言ってくれるんですよ。耐えられん。もうちょっと厳しいですね。かわいすぎる。私、日高さんに何言われても耐えれますね。